よし、スタート。相手に恐怖を与えられてないんです。せめてもう一歩踏み出せば当たる距離で打ってくれたら、あ、油断できないけど。なるほど、今の距離だと当たんないから、もう、ね、ずっと当たらない距離で、はい、まあ、俺距離取んないともらうから、はい、距離よりずれないから、はい、そしたらまたそこで同じこと繰り返したら、どうせ意味ないしね。どうせ攻めるんだったら距離詰めて、はい、もう来ないといけないのに。なるほど、一回外れたらまた距離取らせてるんで、はい、楽なんです。なるほど、楽なんです。そうそう、強引にこう、そうそう、次の策とか。うん、なるほど。課題ですね。でよかった、課題が見つかってよかった、ね。課題見つかった、ね、確かにそうなの、気持ちなんだよね。そう、気持ち、気持ち、うん、やっぱ、普段から喧嘩したことないでしょ、ガキの頃。そんなないですね。そういうのも関係あるんだろう、普段もね。殴られてもいいから、ぐっと行く勇気があれば。ただやっぱ、気持ちが足りない、気持ちですね。もう一番は 怖がりながらやってるんで。あ、そうなんですよね。どうしたらいいですか、気持ちを作るの。いや、経験しかないですね。やっぱ殴られるのって怖いじゃないですか。そうですね。確かにずっと痛いって言ってますもんね。うん、痛いの恐怖心があるからね。でも次の相手打たれもろいんでしょ。打たれもろい、だからチャンスはあるんですよ、はい、ただ距離感だけです。そうですね、距離感、うん、大事なの。ビビりながら当たんない距離で打っても当たんないんで、はい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 、思い切って踏み込んで、はい、それだけです。自分の距離で。そうですね。